広島県立図書館。ここには2020年築堤400年を迎えた縮景園に関する資料が収蔵されています。1620年、大名庭園として築堤された縮景園。縮景園はどのようにして作られたのか、築堤から400年どう受け継がれてきたのか、その歴史やさまざまな魅力を貴重な資料から読み解きます。広島県立図書館では縮景園築堤400年を記念した資料展示、築堤400年を迎えた名勝縮景園を開催しています。普段書庫に収蔵されているため触れる機会の少ない貴重な資料など、図書館資料の展示貸し出しを行っています。たくさんある展示資料の中からおすすめの3冊をご紹介します。1冊目は大名庭園展知られざる侍アートです。江戸時代の大名の邸宅屋敷には庭園が設けられていました。この本では大名庭園の魅力に始まり、縮景園を築堤した上田宗湖ゆかりの美術品や縮景園の風景や建物についての写真や絵図などがふんだんに収録されています。江戸時代の文化に触れながら縮景園を読み解くことができる一冊です。2冊目は縮景園三層図の世界です。縮景園三層図は1829年に完成したとみられる2巻から構成される絵巻物です。そこには江戸時代の縮景園の景観がどのようなものであったか、縮景園内の見どころが色付きで詳細に描写されています。この本では縮景園三層図を場面ごとに取り上げ解説しています。江戸時代の縮景園の様子を知ることができる一冊です。縮景園三層図は広島県立美術館で行われている築堤400年記念展示縮景園と近世広島の絵画で実物を見ることができます。縮景園三層図の世界とともにお楽しみください。3冊目は縮景園史です。縮景園が作られるに至った経緯や改修によりどのように変化したのか、戦前の写真や戦後の復旧の様子など縮景園の歴史的変遷がわかる本です。他にも縮景園という名称の元となったと言われている林羅山が寄せた漢詩や頼山陽の父頼春水が寄せた詩文など縮景園について書かれた文芸作品も収録されています。縮景園について深く知りたいという方におすすめしたい一冊です。四季折々の景観のみならず400年という長い歴史にも縮景園の魅力が詰まっています。今回紹介した3冊だけでなく、広島県立図書館にはさまざまな資料があります。連携資料展示築堤400年を迎えた名勝縮景園、縮景園のさまざまな魅力紹介しますは、広島県立図書館で10月13日から12月27日まで開催しています。開館時間は火曜から金曜は午前9時30分から午後7時まで、土曜日曜は午前9時30分から午後5時までです。普段は書庫にあり、あまり見る機会のない資料も展示しておりますので、ぜひ広島県立図書館にお越しください。